富山きらりは、富山県富山市西町にある複合施設である。富山市立図書館本館、富山市ガラス美術館、富山第一銀行本店などが入居する。2015年8月22日に全館をオープンした。RIA、熊健吾建築都市設計事務所345、建築研究所の3社による共同企業体が設計を担当し、 西町南地区第一種市街地再開発事業の一環として建設された。1階は共用エントランスと富山第一銀行本店営業部門。2階から6階は富山市立図書館と富山市ガラス美術館。7階と8階は富山第一銀行本店業務執行部門。9階と10階は富山第一銀行ホールである。3種類のパネル約1000枚が並べられた外壁や、 二階から六階まで斜めに開いた吹き抜け空間が特徴である。日本で初めて図書館と銀行本店が同居する建物である。1938年の宮市大丸と山店とその周辺と山市の中心市街地である総久留和は富山駅から南に約1 5トルの距離にあり、日高街道の起点として江戸時代から交通の要衝であった地区である。 百貨店の宮市大丸は1932年にこの地区に進出し、宮市大丸は1943年に丸越と合併して大和に改称した。太平洋戦争末期の1945年7月には富山大空襲が行われ、富山城市公園の東南角を中心とした半径約 1.2km にある建物はほぼ全てが消失。 空襲による消失を免れたのは、富山山と富山県庁舎、富山県立人通中学校などわずかな建物のみだった。丸の内にあった富山市立図書館旧本館戦後の富山山とは、周囲の土地を吸収しながら、1965年1973年などに増築を行っている。歴史の古さや度重なる増築などが理由で、 富山大和が建つ場所の土地建物権利関係は複雑な状況にあった。1996年には建物の老朽化を理由に富山大和が移転を検討し始め、跡地の再開発計画が浮上した。一方で、総来るは2丁目にある富山第一銀行本店も建物の老朽化により移転を模索していた。 富山第一銀行本店は1951年春光の古典主義建築であり、東京丸の内の第一銀行本店を模して建設されている。富山地方鉄道と山軌道線本線が走る桜橋電車通りは富山軌道線と山都心線が走る平和通りと西町交差点で交差する。富山山とは西町交差点の南西角にあった。 西町交差点は、富山市の銀座4丁目とも呼ばれ、富山市ガラス美術館によると、交差点を渡ると肩が触れ合うほど賑わったという。富山大和は、富山市民に広く愛され、東京、銀座における服部時計店と比較されるほどである。富山大和の屋上遊園地は、富山で暮らす多くの中高年の記憶に残っている。富山山との跡地は、森正市と山市長が、 富山市民だけでなく、富山県民全体にとっても、町の中心と語る場所である。富山きらりの設計の中心となった、熊県後2001年に、富山大和が、西町南地区からの移転を正式に表明すると、2003年には、知見者らによって、再開発協議会が設立され、2006年には、市街地再開発準備組合に移行した。 2007年2月8日には、青森市とともに、富山市の中心市街地活性化基本計画が、国の第一号認定を受け、富山市は全国に先駆けて、コンパクトシティを目指した取り組みを開始している。閉店間近の富山山と2007年9月に、富山山とが、近隣の再開発ビル、ソークルは、フェリーをに移転すると、再開発準備組合は、商業施設、 公共施設、マンションを組み合わせた地下1階、地上18階の高層ビルを建設する計画を立て、富山市立図書館本館や富山第一銀行本店に対して入居を打診した。富山市立図書館本館は1970年に丸の内の富山城市公園に開館したが、2006年には外壁に貼られていた大遺跡の化粧板が落下する事故が起きるなど、 老朽化が進行していた。富山市立図書館旧本館や富山第一銀行旧本店と富山きらりの一関係富山市が富山市立図書館本館の移転を拒否すると再開発準備組合は富山市が新設する予定の富山市ガラス美術館に入居を打診した。2010年1月には富山市が方針を転換し富山マトの跡地に 富山市立図書館本館と富山市ガラス美術館を設置する方針を固めた。富山第一銀行は2015年の創立70周年記念事業の一環として再開発ビルへの移転に取り組んだ。2010年11月には西町南地区の公益施設整備に関する基本構想が策定され簡易公募型プロポーザルで RIA 熊健吾建築都市設計事務所、富山市に拠点を置く345建築研究所の3社による共同企業体が設計者に決定した。熊は富山市の制作参与でもあり、富山市民芸術創造センターのダイニングカフェ、クレオンの設計なども手がけている。縦のラインが強調された富山大和の外観は再開発ビルの外観に継承されている。 富山第一銀行はオーダーが印象的な建物であり、再開発ビル1階の共用部分入り口近くにある、石柱に面影を残している。再開発準備組合は2012年2月に西町南地区市街地再開発組合となっている。同年11月には富山大和の解体除去工事が着手され、2013年5月に再開発ビルの起工式が行われた。 同時期には、北陸新幹線の長野駅イコール、金沢駅間延伸工事が行われており、労働市場の受給逼迫が予想されたため、遠方の名古屋や大阪からも労働力の調達を模索している。延べ労働人員は8万人、延べ労働時間は64万時間であり、施工者の清水建設、佐藤工業、JV は、富山市に引き渡すまで無災害を貫いた。 2014年10月に再開発ビルの愛称が、富山キラリに決定。富山キラリは2015年5月9日に竣工した。総事業費は182億7900万円。総工費は130億3700万円。富山県では1960年代から1970年代に建設された公共図書館が老朽化し、2000年代には、いてみ 改築の動きが活発化した。2014年11月には、朝日町図書館が新館に移転し、12月には、富山大学医薬学図書館が増改築し、2015年3月には、滑川市立子供図書館が開館し、5月には、高岡市立伏木図書館が新館に移転している。8月の富山きらり全面開館以後にも、富山市、小矢部市、 黒部市の各市で新図書館の整備計画が進行している。富山第一銀行の旧本店は2階部分がホールに改修され、1階部分は法人向けのビジネスプラザ支店に解消した。ガラス美術館の開館にあたって、富山第一銀行はガラス作品と展示ケースの購入費用として1000万円を富山市に寄付している。さらに、富山第一銀行は、 図書館の雑誌スポンサーにもなっており、建物1階の情報コーナーに設置される雑誌中にタイトル分の年間購読費用12万円を負担している。1階の富山第一銀行本店2015年6月8日には1階部分の富山第一銀行本店が先行開業し、8月22日には2階以上の富山市立図書館と富山ガラス美術館が開館した。 一階の総合カウンター前には、旧富山大和ビルの基礎部分に使用されていた木材を再利用した案内板が設置されている。桜橋電車通りを挟んで、富山キラリに近接する野村証券富山支店は、富山キラリの開館に合わせて屋上にあった大型赤色看板を撤去。富山キラリが生み出す都市景観に配慮したものである。開館後の一週間には、 施設全体で1日平均4480人が来館し、富山市立図書館休館の1日平均650人を大きく上回った。開館後20日間では1日平均3721人の計74434人が訪れ、好調な滑り出しを見せた。開館から2ヶ月で建物への入館者は184200人に上った。 2015年10月10日11日には、アメージングナイトときめきときらめきとマイナスの一環として、建物外壁にプロジェクションマッピングが施された。ガラス美術館の来場者数は想定の倍以上であり、開館から2ヶ月で来場者数が5万人に達し、開館から5ヶ月後の2016年1月29日には10万人に達した。 開館から半年間の挿入館者数は41万人。2016年7月27日までの約11ヶ月で、富山キラリ全体の来館者数は1日平均約2100人の68万6902人を記録。休館の3倍以上となった。富山キラリの開館後、ヶ月前の2015年3月には、北陸新幹線が富山を経由して金沢まで、 延伸開業している。新幹線の延伸効果は、富山市の中心市街地に波及し、2016年度には、西町交差点から一番町交差点までの全7地点で路線価が前年より上昇した。富山キラリの建物前の路線価は1、平方メートルあたり、前年比の1万円増の18万5千円だった。 オープンから2年10ヶ月後の2018年6月12日には、来館者数が200万人を超えた。2017年1月には100万人を突破、平成16年度は62万人、平成17年度には73万人であった。3種類の素材が用いられたパネル平面形状は、東西方向に68.87メートル、南北方向に47.1メートルであり、 高さは57.21メートルである。敷地面積は4144平方メートル。建築面積は3422平方メートルであり、延べ床面積は26792平方メートル。1階の階段は6.0メートル。2階から6階の階段は5.8メートル。7から8階の階段は4.6メートルである。 桜橋電車通りや平和通りに面する北側、東側のファサードには縦山連峰の峰峰の山肌が表現されている。幅100メートルを超えるファサードを1.6メートルごとに分割し、それぞれのグリッドをさらに5、5、4、6、3、7、2、8の比率で分割、縦に細長いパネル約1000枚がランダムに並べられている。パネルの素材にはアルミ、 ガラス、白三陰石の3種類が用いられているが、アルミとガラスは富山県の主要産業であり、白三陰石は富山第一銀行級本店の外壁にも使用されていた素材である。これらのパネルは角度に変化をつけて配置されており、時間や天候によって光の反射の仕方が変化する。南側外壁富山第一銀行本店が入る北東面は、 白三陰石を多く配置し、開口率を下げている。2階から5階は、日射や紫外線の抑制が求められる図書館の開花室の割合が多いため、全体の7割が壁面となっている。6階から9階は、最高や眺望が求められるオフィス部分の割合が多いため、全体の七割が開口部となっている。富山市は冬季に積雪の多い地域であるため、 上層階ほど凸型を多くして雪だまりとなる部分を減らしている。大通りに面しない建物の南側外壁には壁面緑化システムと太陽光発電システムが設置されている。ソーラーパネルがランダムに配置され、植物を植えた保水セラミック基板がやはりランダムに配置されている。壁面緑化には小松精錬による土を用いない屋外緑化システム、 グリーンビズが用いられている。これは、緑化部分が厚くなりがちな屋上緑化システムを刷新したシステムであり、北陸地方特有の強い雨風による土の散乱が起こらないことで、維持管理を容易にしている。南面の上部は、セットバックが施されており、生活動線に対して圧迫感を軽減させている。2階から吹き抜きを通してみた、上階基本設計ではフロアごとに、 図書館とガラス美術館を分けた従来型の複合施設が想定されていたが、実施設計では吹き抜けの北側を図書館、南側をガラス美術館として1フロアに両施設を同居させる構成となった。建物に使用された富山県産木材は計1万メートルに達し、そのすべてが薬剤によって不燃処理が施されている。2階から6階までは スパイラルボイドと呼ばれる斜めの吹き抜け空間が連なっており、6階の天窓から光が斜めに差し込んでいる。様々な角度で直立させられた杉材のルーバーが吹き抜け部分を取り囲んでおり、これらのルーバーは雄大な縦山連峰を想起させている。吹き抜けは実施設計の段階で新たに設けられたものであり、斜めに置かれたルーバーで空間の流れが強調された。 柱のない吹き抜けと長期荷重や地震への抵抗を両立させるために吹き抜け周りには斜め張りや肩持ち量が取り入れられている場所によって2層または3層が重なる吹き抜けとなるため3階から6階の床は5階から10階に配されたフィーレンディール構造で支持されている斜めの吹き抜けの存在によって防火防炎シャッターを設けることが難しいため 全館の避難安全検証を行って防災に関する規定の適用除外とすることで建築基準法に定められた一部の排煙設備を不要としている。吹き抜け空間は最大で高さ18メートルに達するため天井だけでなく吹き抜けの壁面にも放水型スプリンクラーが設置されている。富山キラリのように木材を多用した斜めの吹き抜け空間を有する。 建物の避難安全検証は過去に例がなかった。ルーバー同士の間隔を広く取ることで吹き抜けの向こう側を見渡せ、節、木目、歪みなどを残すことで木材らしさを強調している。フロアをつないでいる杉材のルーバーは図書館にとっては光や視線を和らげるカーテンの役割を果たし直射日光を避けたいがス美術館にとっては遮光スクリーンの役割を果たしている。 熊は公共建築にありがちな見えない部分を極力排除することに努め、あえて荒くしたルーバー天井から天井内部の下地、断熱材、設備機器などを見せている。熊健吾建築都市設計事務所は建物の設計のみならず館内の重機、サインファブリックなども担当した。鉄パイプを曲げたサインはオリジナルの書体である。各フロアを貫いている鉄骨柱は 存在感をなくすために表面が表面仕立てとなっている。内装にはアクセントとして富山県産のガラスや和紙を使用している。2階のカフェスペース地下1階1階2階は共有スペースである。1階には富山市立図書館や富山市ガラス美術館の利用者向けのエントランスホールがあり、建物の北西側には富山第一銀行本店営業部門が、さらに テナントとして西側に歯科院が入っている。2階にはミュージアムショップの他にカフェスペースには和風カフェふむろやカフェが入っており、中央部はミニコンサートが開催できるロビーとなっている。また2つの会議室がある。2階から6階の南側部分は富山市ガラス美術館が、3階から6階の北側部分は富山市立図書館本館が占めており、中央部は 開口部が斜めに開いた吹き抜けとなっている。7階と8階は、富山第一銀行の本店業務執行部門が入っており、9階と10階は、富山第一銀行ホールとなっている。施設全体に Wi-Fi 環境が導入されている。公共交通機関では、富山地方鉄道と山起動線、グランドプラザ前停留場、または西町停留場から徒歩1分。JR 西日本。 愛の風富山鉄道富山駅から徒歩20分。富山地鉄バス、西町バス停より徒歩1分。駐車場は富山第一銀行の来店者用しかないため、富山市は図書館やガラス美術館の利用者に対して公共交通機関の利用や近隣の民間駐車場の利用を呼びかけている。自転車用駐輪場はあるが、自動二輪車は駐輪場を利用できない。四階の書夏、 富山きらりの3階から6階に、富山市立図書館本館が入っている。3階は、自動図書フロア、4階は、一般図書フロア、5階は、参考図書フロア、6階は、書庫と事務室である。図書館の蔵書は、貸し出し手続きを行う前に2階のカフェに持ち込んで読む、こともできる。自動図書フロアの3階と、一般図書フロアの5階のそれぞれにレファレンスカウンターを、持つ。 この他に1階には情報コーナーや移動図書館書庫があり、3階から6階の開館時間より早い午前7時から新聞や雑誌を閲覧できる。2階には図書館全館への配本作業を行う部屋を持つ。開館時間は3階が午前9時30分から午後6時、4階5階が午前9時30分から午後7時。 新聞や雑誌を閲覧できる1階の情報コーナーは午前7時から午後8時までであり、金曜と土曜には4階5階の開館時間が午後8時まで延長される。3階から6階の図書館フロアは午前9時30分開館だが、1階の情報コーナーだけは午前7時から開館している。カウンター前には予約図書受け取り室や自動図書貸し出し機 自動返却ブックポストが設置されたが、これらは富山県の公共図書館として初めての導入事例である。図書館とガラス美術館が同居することから、図書館では2015年8月の開館時にガラス工芸の入門書、専門書、作品集など数百冊を揃えている。2016年6月1日には視聴覚資料の貸し出しを停止し、視聴覚サービスを 関内市長のみに縮小した。6月11日には、富山市内にリードケミカルが運営する森記念収水美術館が開館したため、日本刀の資料や細川森博の著書を集めた特集展示を行った。5階のカウンターと観光資料コーナー鑑賞無料のグラスアートパサージュ2階のミュージアムショップ富山キラリの2階から6階の南側に富山市ガラス美術館が入っており、 2階にはカフェに隣接してミュージアムショップが設置されている。2階と3階の展示室では企画展が、4階と6階の展示室では常設展が行われる。常設展、企画展とも一般と大学生は入場料が必要だが、高校生以下と70歳以上の富山市民は入場無料となっている。企画展では1950年代以降の現代、 ガラス工芸作品を中心に紹介している。展示室の外側には、富山県に縁のあるガラス造形作家の作品を集めたグラスアートパサージュがあり、無料で鑑賞することができる。6階のグラスアートガーデンには、アメリカの現代がス美術作家の巨匠デールジフーリのインスタレーション5作品が常設展示されている。これらの作品は、富山市が 地風売りスタジオに制作依頼したものであり、うち3作品は地風売り本人並びにスタッフが日本を訪れて手がけている。ありがとうございます。